前ミくっていうか、前ミつでおなじみのセンシティブ・マイ・ハートです。1分間のどうでもいい話。第86回始まってしまいました。あの、高校時代にですね、友達に、友達が一人で弁当を食べていたんで、俺も寄せてよって言ったんですよね。これ、どうも方言みたいでね。 仲間に入れてよみたいなな意味なんですけど岐阜、まあの方でも他でも使うと思うんですけどそしたらそいつが「そいつも岐阜のやつなのにな何それ聞いたことない?」とか言い出して「寄せてってどういう意味?」みたいなこと言ってなんかおかしいなと思ったら余よよく考えたらそいつ友達俺しかいなかったんで寄せてもらったことないのかなと思いましたいい感じのしろどうもありがとうございました